マクロ細谷真央サッカー U23 日本代表、J リーグではシュート決定率がやばい。今年の細谷、2得点19試合1562分出場、シュート決定率 3.5。激山、特にシュート決定率がやばい、10前後でも普通ぐらいやのに。柏は拠点地からすごいからな。木下以外決定力がやばい。マテウス・サビオ、7得点シュート決定率 9.4。木下、8得点シュート決定率 17.7。細谷激山う。これでなんで代表に呼ばれてるの？細谷は点は取れてないが、やれることは増えてて感心したけどな、背負ったりそこから反転とか器用さが出てきてる。細谷くらい走れてポストできるフォワードって A 代表候補の選手にもなかなかいないから A 代表定着できるチャンスあるよ。細谷も行くならベルギーあたりからになっちゃうんだろうな。細谷みたいな決定力ないフォワードをどこの海外クラブが欲しがるんだよ。細谷が外しまくることで細谷の個人スタッツどころか、柏レイソルのゴール決定率すらリーグ最低限になってるからかなり重傷。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。